準決勝だってあれ当てそうでしたもんね。リバウンドが10本少なかったんですよね。リバウンドリバウンドってのは言ってたんですけど、やっぱしね、なぜそういう結果が出たかっていうと、実はですね、ここまで見てる人いないと思うんですけど、東海大福岡はローシードだから試合数が1試合多いんですよ。で、岐阜女子はシード校なんで、あ、4試合目か。東海大福岡は5試合目なんですよ。もうずっとね、リバウンドを制するものはっていうのは先生も子供たちも分かったんだけど、結局この試合だけターンオーバーは1本差だったんですね。19と20かな。岐阜女子が19。リバウンドは10本多くて、オフェンスリバウンド16本取られてるんですよ。福岡さんの方は9本。だからオフェンスリバウンドで7本ぐらいの差があって、それがね、4ピリの終わりの出たんです。いつも言ってる3ピリの残り5分から4ピリってのはやっぱりそこで疲れが出てくるんですね、うん、そこまで前線してても最後やっぱりそこのところで逃げ切られちゃうとか、だから1試合多い少ないっていうか、だから僕たちが現役の頃に考えたのはまず関東を制してシードを取らないと、あの早い段階で井上先生ってことが当たっちゃうとか、試合数が決勝まで行くと1個多く大変だっていうか、僕らあのエアコンのない時から試合やってますんで、うん、今みたいにみんなエアコンがあれば別ですけど、でそこら辺も判定っていうかね、先ほど久米沼が留学生で3試合目にやられたってと同じようにですね、トーナメントの組み合わせって出た時にまず考えることは強いチームがいないようにってまず願うんですよねなかなか願い通りいかないんだけど、うん、そうするとどこに焦点を合わせるかっていうことが大事なんですよ。僕のところは最初のインターハイはベスト16に入ったんですよ。みんなノーマークだと思うんですけど、中国地方の1位の松江商業っていうかリング軽く握る選手がいたところに勝って、あれよあれよっていうシードチームを破ってベスト16で、ベスト8決めで一律船橋と当たって、一律船橋ってその後も勝ってベスト4に入ったんですね。でまだまだ若造だったので、練習試合っていうんですかね、審判の研修試合っていうのも大会前にあってよくわかんないんで、それにも出て、で結局3試合目はヘロヘロになったんですね。クエノマと同じようで負けて、勝った相手はベスト4に入ったんで、最初から力入れると上まで持たないからって言って、次の年はその時のメンバー先輩陣が全部残ってたんで、市立船橋と同じようにベストを狙うぞって言って、できるだけ練習試合と練習しないように、3回戦目4回戦目にピークになるように用意してたら、1回戦目に負けちゃったんですよ。山形のチームバカでしょ。だから欲を変えちゃいけないっていうね、一戦一戦だっていう。だから組み合わせを見た時にピーキングって言葉ありますよね。どこにピークを持ってかっていう、だからそれで多分失敗したチームもあるんじゃないですかね。だから1回戦目やった方がいいっていう選手多いんですよ。1回戦なくて2回戦目から出てくる時って結構ね、そこでやられてるのがあるんですよ。日本航空北海道一発目で負けてますもんね。これだってこれ下級生だけで去年ね出て、うん、今年は山手さんも出てないんですからね。四国のトップでシードの県立東高高校もアドバイスしてる学校なんですけど、一発目やっぱりやられちゃいましたね。一発目の難しさというか、メリドルも強かったんですけど、新潟中央と岡高高校がベスト8決めで見つかったらいいねって両方の指導者とお話してたんですけど、両方とも途中で負けちゃったんですけど、どこにピーキング合わせるか、一発目の難しさとかっていうところで言えば、男子の方が崩れる可能性が大きいんですよね。まあ、今回はそんなに番狂わせはなかったのかな。男子の方がシードこけるっていうのは県のシードもずっとそうなんですよ。女子よりも男子の方が油断負けが多いのかなって。今そんな油断負けって情報もあるからないと思うんですけど、前はね、男子の方がね、よく女子よりもこう舐めてやることがあったんで、県内でもこけちゃうのが多くて、ただバスケットは他の競技に比べて圧倒的に番狂わせが少ないんですけど、なんかこのところそういうことが起きてるっていうのは、メンタルっていうか精神的な心の部分で確固たる自信なりそういうものが見られない時代になってきたのかなと思います。脳生理学的には女性の方が博打はしないので、ギャングしないので守りに入るから、ディフェンスしっかりしてるところは番狂わせがないんですよ。点のトリックになると番狂わせってのは結構起きるんで、まあ男子もこのところね、ディフェンスすごく頑張るようになったんで、だってオリンピックなんかだって点入らないですもんね、一生懸命守るから。前はね、めちゃめちゃ点数が入る試合が多かったんですけどね、オリンピックといえども。最初のドリームチームなんかの時には負けたチームはドリームチームと記念撮影して喜んでましたよね。負けたチームはねもうそんなことはなくて、チームだってちょっと危ない場面がね出てきますからね。男子だってだからあれですよ、点数的には昔は110対100とかそんな試合やってるけど、100点ゲームめっちゃ少ないですよ。それはね、 B リーグ大学高校ってみんなディフェンスやるからですよ。だからそこら辺はディフェン
スをやらせるだけの言葉の力っていうか説得力っていうのが男子の指導者にあるじゃないですか。昔の指導者はもうそんな100点取れるって110点取ればいいんだよ星田とかって言ってましたからうち100点なんか取れないっすよって言うけど、ディフェンスなんかやんなくていいんだよ、オフェンスバスケットはもうオフェンスに決まってるだろうとかってよく怒られてましたね。守るっていう点では多分男子の指導者はどうやって守るかっていうことの方がオフェンスよりも学ぶことの多いと思うんですよね。にしろしてもコンビネーションディフェンスにしてもチェンジングにしてもオールコート、スリーコート、ハーフとかっていう中でとか、そういうの中でどうやってディフェンスを工夫するかっていうことによってチームが勝っていけるかっていう、どうやったら点を取るかっていうことが主だったのは、今どうやって相手の得点を抑えるかっていうことになるから、ここら辺が男子の指導者の勉強のしどころじゃないですか。佐藤久夫先生が前に言った男子の指導者は女子の指導者のところに勉強行かなきゃダメなんだよっていうのと僕が今言ってることは多分共通してると思うんですよ。久夫先生も現実の学校で女子の指導を十何年かやってるんですよ。だから井出口先生も中村学園で女子の指導もちょっとやってたりしてたんで、だからやっぱりディフェンスに目を向けたっていう点ではそこら辺の先生は早いと思うんですね、今の先生。だからそこら辺が目の付けどころですかね。まあ中学校の男子もそうだと思いますけども、高校でこんだけディフェンスやるんだから中学校もディフェンスやるように、はい、全部上から下に影響を降りてくるんで。で、女子は留学生のチームの使い方、男子ほどチームが多くないんだけどやっぱり差がありますよ。どことは言わないけど、なんで留学生ローポストに置いてハイロープレーを作らないんだろうと思ったチーム何チームかありますから、結構中途半端なところにいて、あれだったら大きさあんまり活かされてないよねっていう、オフェンスリーバンドショットだけのところなんですけども、そんなこと言わないでアメリカの女子みたいに結構インサイド攻めてくればとは思ったりもしました。井上先生も多分相当悔しいと思ってます。自分のところに勝ったところが次にコケット負けるとね、そうでもないし意外と。ところがこんな1点差で自分たちに勝ったチームが優勝したりすると、あの時のゴール下とかフリースローとかであれで勝ってるうちも優勝したのにっていうと悔しさが増してくるんですよね。オリンピックだってフランスの男子が、まあ、いろんな疑惑の笛とかなんかあったけど、あんな決勝まで行ったらやっぱ日本の男子って頑張ったねって、また後から言えてますよね。今日本とやったチームは結構頑張ってるじゃないですか、みんな。だから勝ったチームは負けたチームの分も背負うんだよって僕言ってました。簡単に負けちゃいけないんだぞって、みんなお母さんになった時に、ね、私たちはね、あの優勝した金沢総合に負けたのよって言うと、そこでお母さんになった時に子供に話す時に、あ、お母さんってすごいじゃんってなるじゃないですか。何年後か分かんないけど、勝つチームっていうのはやっぱり負けたチームの分までっていうから、簡単にね次にコケット負けちゃいけないんですよと僕は思ってるんですけどね。県内でも同じだと思います。男子の方は東山が、まあ、決勝に行って、僕の中ではお堀さんと決勝になってくれればいいなっていうところで全部線を引いたんですけど、東山はね合ってましたね。お堀さんが準決勝で負けたのは、僕トーナメントがやると全部線引くんですけど、ここはバッテンになってるんで僕の目論みが崩れたっていうところですね。で、東山は8月1日に田中先生が亡くなってるんですね。大沢先生は高生中学、千葉全中かなで優勝した時の中学2年生の田中先生の教え子さんで、そのまんま、まあ、東山高校に行って、東山高校でも恩師になって、田中先生とずっと二人三脚でやられてたんですけど、なかなか洛南の牙城を崩せずにご苦労された方です。だから全中で優勝させてるぐらいだから指導力がものすごくある方で、その方の中学校の時の教え子さんとたまたま僕があのお友達になったんで、その方も全中出してるんですけど、その方の関係で中学校の先生方とも交流を持って全中に出る僕のチームをクリニックさせていただいたりっていう経緯がありました。で、その田中先生が亡くなったっていうことで、やはりちょっと並々ならぬものがあったんじゃないかなっていうふうに、それは大沢先生も選手もですね、時々あの学校に引退した後も顔を出していろいろとこうアドバイスしてたみたいなので、だからそこもプラスアルファ大きかったのかなと思いますね。僕も現役の時にですね、頑張ろう神戸とか東日本の震災とか、ああいう今だったらこのところ宮崎でも地震ありましたけど、能登の地震大きかったですね。能登の人たちを元気づけるために、まあ、お相撲さんにしてもスポーツ選手にしても頑張ろうっていうプラスアルファの力が出ると思うんですね、人のためにっていう。だから僕なんかも現役の時に、お前たち俺なんでさ、ベンチに俺の家があったらもっと頑張って優勝するんじゃないのとかって言ったことあるんですよ。選手神妙な顔してましたけど、でもそうやって優勝しても俺死んじゃってるから嬉しくないんだよな、生きてないから頑張ってくれよっていう話をしたこともあるんですよ。だからやっぱし帽子をつけたり誰々のためにっていうのはエネルギーになるなっていうのは、今回も改めて東山
山高校が優勝、初優勝して感じました。5回目の挑戦ですもんね、決勝ね。よくね、3度目の正直とか1回目の決勝で僕なんか優勝させてもらったりしたんだけど、やっぱりなかなかね、明星学園は8回ぐらい決勝に行ってるんです、椎名先生。それから甲子園の下村先生は4回行ってて、そのうち何回かは2点差なんですよね。そういう試合ね、インターハイのね、過去の歴史を見て、決勝戦のあれを見たらね、1点差とか2点差ってものすごくありますよ。逆に2位のチームが勝ってたら、中学生の流れが変わって、その後のバスケット界が変わってたんじゃないかなっていうのありますよね。それと同じようにベスト4の壁に何回もこう跳ね返されてるっていう。新しい話も盛りだくさん、ありがとうございます。すいません、なんか一方的に話して。いや、最高です。ギャグは和歌山の奇襲攻撃しかなかったです。ごっつぁんです。